ジバ、私たちはジバという字を書いて読んでおりますけれども、ジバが高いとか低いとかという言葉で表現しておりますけれども、大全体ジバというものは何だろうかということでございまして、どこにもジバというのはございます。で、私たちそのものもジバというのはございまして、で、その本人がこうジバが高いか低いかということも言えるのでございまして、で、物というものはみんなエネルギーを帯びておりますので、磁場が高いということはエネルギーが高いところという意味なんでございますね。で、エネルギーが高いところは磁場が高いと、磁場的にいいという場所的にもいいと皆さん言っておりますけれども。で、そのエネルギーが高いというのは気高いとも言いまして、気というものはエネルギーでございますね。気が高いと。で、エネルギーの低いところ、気が低いと気落ちをしていると。気が落ちてる、気が病んでる。それを気が病んでるというのは、気違いになってるというのは気が狂ってる、エネルギーが狂ってると。いろんな状態で皆さん気違いとか気が病んでるとか、で病気とか、というようなことで表現しておりますけれども、全部エネルギーであると。そのエネルギーがバランスが取れてるか取れてないかというだけの問題でございまして。だからそのバランスというものが、あ、調和というものがエネルギーなんだなと。愛のないところにエネルギーは存在しませんし。で、磁場が低いというのは不調和という意味でございますね。バランスが取れてないということでございまして、バランスが崩れていきますと磁場が崩れるというようなことでございまして、非常にバランスが取れているときには気が高くなるわけですね。で、私たちも家庭内に不調和がどんどんありますと、その家庭は磁場が悪くなるわけです。で、自分が散々人と不調を起こしますと、私たちの肉体の磁場が悪くなる。磁場が悪くなりますから、磁場が悪くなるということはエネルギーが低くなると。で、エネルギーが低くなるということは気が病みますので病気になるということでございますね。で、人を憎んだり怒ったり、そしたり、しょっちゅう不調和だけ起こしておりますと、磁場は高くなるんですか、低くなるんですか。低くなりますね。アンバランスでございますが、バランスが取れませんので非常に低くなるわけでございます。で、その気というエネルギーは、空気とか空の中にも気はございますね。あるいは水の中にも、液体の中にもエネルギーは存在するし、固体にも存在すると。だから、気体エネルギー、この空気のエネルギー、空の状態のエネルギーを皆さん気体エネルギーと呼んでおりますし、そして、水のようなものに液体の状態のものを液体エネルギーと呼んでるわけですよ。で、固体エネルギーというのもありまして、いかなるものの中にもエネルギーは存在すると。そのエネルギーというものを存在しなくては、物というのが存在しないと。エネルギーあるがゆえに物は存在しているということになるのでございますね。で、私が神というものはエネルギーなんだといつも申し上げておりますのは、その神というエネルギーがなくしては物は生まれてこないし存在もしないと。で、すべてに神はやろりたもうと、住みたもうというのはすべてにエネルギーが住みたもうということでございますね。ただ、めいめいのその思っているエネルギーが高いか低いかというものは皆さん次第で、不調を起こすか愛で生きるか、愛に勝る力はないと。愛は全ての癒し主ということ、愛が深いということはエネルギーが深いと、高いという意味でございまして、で、不調和であるということはエネルギーが低いということでございますね。だから皆さん方が愛に生きるか不調和に生きるかというのは、自分のエネルギーを高くするか低くするか大きく関係してくるわけでございます。アンバランスの不調な人間にエネルギーの高い人っていないのでございます。だからイエス様は病気とは何の結果ですかと言った時、不調な結果と言われたのでございますね。不調な結果が病気というものだと言われたのでございます。毎日怒り狂ってみてください。あなた方長生きはいたしません。すぐ病気になります。毎日不安や恐怖で生きてみてください。必ず病気になります。人間は世の中になぜ病気があるかというと、本来本性本質は愛なんですけれども、私たちは不調和というものがあって、世の中に病気というものが出てきたのでございますね。皆さん方が愛そのもので調和そのものに生きたとするならば、皆さん方病気になる人は一人もいないのでございます。すぐ何か人に言われたらカッと怒り狂う人もおりますし、また憎しみはもう何百倍も返そうとする、復讐してあげようというような人もいるのでございまして、必ず皆さん方に復讐心というのを持っているんでございますね。一人から誰からバカ野郎と言ったら、そのバカ野郎100回やらないと気が済まないとか、100倍なんだ、目標は100倍だと。